最初の単語はこちらです。スポイル、台無しになる。普段料理しないんですけども、スープを作ってみようってことになってやったんですね。そしたらね、案外うまくいったんですよ。でね、本当はそこでやめときゃよかったのに、もうちょっとうまくできへんかなと思って調べたら、隠し味にオイルがいいって出てきたんですよ。おー、これやと思ってね。オイルを小さじ1杯入れるみたいな感じだったのに、僕ちょっとね、手元が狂ってね、ドボドボになっちゃったんです。もう、スープ、オイルで台無しになっちゃったんですよ。スープ、オイルで台無しになる。スポイル、台無しになる。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。apply、適用する。アップルはいいよねー。なんでかって、アップルはね、時代に適応してるんですよ。iPhone とか、iPad とか、Apple Watch とか、これも時代に適応してるでしょ？アップルはいいよね。アップルはいい。時代に適応する。アプライ、適応する。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。リプライ、返信する。こちらは、知っててるシリーズですよね。リプライです。もう SNS でリプライで返信するっていう意味で通ってますよね。ただ、より深く理解するために語源でも見ていきましょう。最初の部分はリサイクルのリと同じです。リサイクルは再びって意味ですが、コアミーニングはここに壁があると思ってください。その壁に対して跳ね返っているイメージなんですね。返信するっていうのは誰かが来たものに対して返していることですよね。リプライ、返信する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。reject、拒否する。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。リは先ほどのリと同じで跳ね返りを表しますよね。そしてジェクトは投げるっていう意味になります。これはプロジェクターのジェクトと同じで、プロジェクターっていうのは前へと映像を投影しているものですよね。拒否するっていうのは投げかけられたものを跳ね返して拒否することですよね。reject、拒否する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。subject、主語、主題。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。サブは下っていう意味があります。サブリーダー、サブメンバーのサブと同じですね。ジェクトは投げるでしたね。では、下に投げるでなぜ主題になるのかというと、例えば会議でリーダーが今日のテーマ、主題はこれだっていうふうに投げかけますよね。そして SVOC の主語、S はサブジェクトのことなんですね。サブジェクト、主語、主題。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。bore、退屈させる。これはそのまんまやシリーズ。退屈してる人ってどんな人ですか？ぼーっとしてますよね。ぼーっとしてますよね。これ言うてモデルやん。ぼーっと退屈させる。bore、退屈させる。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。irritate、イライラさせる。小学校の時のね、友達で吉田くんってやつがいたんですけども、なんかね、ちょっと怪我したらずーっと痛ってー。行ってーって言ってるやつがいたんですよ。で、最初は大丈夫とか言ってたんですけど、もうずっと行ってー行ってーって言ってくるんで、みんなもうイライラしてたんですね。そう、行ってーと言われてイライラしてたんですよ。行ってーとみんなをイライラさせる。 irritate、 イライラさせる。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。decline、減少する。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。D は下っていう意味があります。これはデフレのデと一緒ですね。クラインはリクライニングシートと同じ語源です。リクライニングっていうのは後ろへと傾けることですよね。下へと傾くので減少するとなりますね。decline、減少する。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。hide、隠れる。seek、探す。かくれんぼって知ってますよね。そう、まず隠れて鬼が探すっていうゲームですね。実は英語でかくれんぼのことを hide and seek って言うんですね。つまり hide、隠れて seek、探すから hide and seek でかくれんぼです。hide and seek、隠れて探す。hide and seek、隠れて探す。hide and seek、隠れて探す。何度も言ってください。hide and seek、隠れて探す。hide and seek、隠れて探す。hide、隠れる。seek、探す。はい、覚えたー。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。
ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。